ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグのオールブラン、ブランチョコフレークを食べたいと思います。今回はチョコレート入りなんですね。これも美味しそうだ。でそれでブランということはまた食物繊維豊富で体に良さそうですね。まあ食べ過ぎたらアウトなんですけど、はい、それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ナッツとかも入っていて、ところどころ赤い色も見ますね。いちごでしょうか。ではいただきます。ところどころに甘酸っぱさもあって、チョコレートの甘さがしっかり感じられて、ただのブランだと香ばしいだけなんですけど、これはまた違った美味しさがありますね。ただ料理よりはやっぱりおやつ向けかな。なので甘さで好みが分かれるかな。でも食物繊維がたっぷり取れるなら嬉しいですね。もっといろいろ食べたくなるかも。そんな味ですね。あと1種類あったような気もするんですけど、あれどうだっけな。美味しかったです。通常のブランは香ばしくてサラダなどに入れても美味しかったのと思える味だったのですが、これはやっぱりチョコレートが入っていますので甘めで、どちらかといえばおやつ向けですね。なので甘いフレークが好きな方はこちらの方がいいですね。反対に主食としても食べられるフレークが好きな方はブラン、通常のブランの方がいいと思います。自分はまあどちらも好きですので、これはこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは、立春はシンデレラかな、儚く。確かに立春のようにシンデレラの魔法のように一瞬で溶けてしまう魔法なのかもしれませんね、立春というのは。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。